はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけど、13騎兵防衛圏っていうね、ゲームの方でね、遊んでいきたいと思います。なんかどんなゲームか全く分かんない。繰り返します。あ、急に。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は、建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。ガチかよ、大事件じゃないか。明日では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。すぐ逃げてくれ。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。オッケー、任せて。自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。オッケー。どれ主人公、こっち、この子かな。可愛いけどね。え、スタート。ちょっと待って、説明は何して、わー、そう、なんかね、どんなゲームか全く分かんない。なんかたまたまツイッターでこのゲームが面白いですよみたいな、あ、自分が当てに来たわけじゃなくて、なんかツイートしてた人を見て、で、あの体験版あったから、そうそう、試しにね、やってみている。どんな話なんだろう、全く分かんない。本当に始まったのか。え、何が、何がどういうこと。情報が全くないから全く分かんない。あの映画みたいに怪獣は現れて、え、怪獣、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。あー、そういう感じの。 OK、 了解、把握した。ずっと前から決まっていたことなんだ。へー、そうなんだ、それ知らなかった。ちょっとまだ勉強不足だった、申し訳ない。へー、こういうタイプで。オッケー、おお、びっくりした。これがロボットの中。なんて読むの、あの名前。いやだ、なんで服が。警告。どうした、服がどうした。攻撃圏内。攻撃圏内。入ってんじゃねえか。私の声。頭に響いてくる。私の声ってどういうこと。再生。戦闘情報処理開始。ああ、どういうこと。やばい、説明あるよ、大丈夫だよね。あー、やばいね。近づいてくる。あ、でしょうね。うん、どうやったら動くの。それはわかんない。もう、それはこっちに聞きたい、ね、なんなら。冬坂くん、コート先輩。誰、なんで先輩が。先輩、どうして君が関ヶ原の騎兵に乗っている。まさか先輩も A 君と同じ未来人。未来人、今はそんなことを話している場合じゃない。気になるわ。え、ごめんなさい、ごめんなさい、気になるわ。そこはもう D の攻撃圏内。 D って何、そもそも話。私、あ、そうなの。でもこの操縦席には何もなくて、何にも、あー、だからうんともすんともコントローラー的だね。やばいね、時間がない。最低限説明する。いや、まあまあ説明欲しいけど。騎兵は頭で考えて操縦するようにできている。お、すげえ、マジか。君の頭にもう一つの体がつながるイメージだ。うー、できるはずだ。じゃあ頭の中で歩けって念じたら歩くみたいなことだ。よくできてるな、すごいね。おお、動いた。何これ、頭がザラザラする。頭がザラザラするの、大事件じゃないか。脳内のナノマシンによるリンクシステムだ。え、難しいな。機械からの情報も直接脳へ送られる。すげー、自分の声のように聞こえるはずだ。なんか、なんか意心伝心みたいな。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。ゲー、マジか。動けるか。あ、はい、歩きました先輩。あ、物理的な話ね。もう来るぞ。ガチか。さっきから視界に何か開いて邪魔なんだけど。何か開いてって何。それは兵装の表示だ。あ、どういうこと。ともかくそれを使って目の前の D を処理するんだ。雑だな。なんだかわかんないけど。おーと思った。その AE でいける。すげえな、こいつ。あー、来た来た。チュートリアル攻撃。味方ユニットを操作するにはカーソルを合わせ AA で選択する必要があります。メニューが開いたら A でアクションを選択し、腕部？何あれ？なんていうの？まあまあ、マシンキャノンで敵を倒してください。オッケー、マシンキャノンね。でも覚えられねえよ、そんなに。 A を押してアクション選んで、マシンキャノン、これだ。これでいいんだもんね。あー、そっか、マシンキャノン説明か。オッケーオッケーオッケー。おお、やっつけた。おー、ナイス。え？まだいるの？戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。え、え、なんだそら。何何じゃなくて
え、ほんや食べ物じゃねえか。表示を見ろ。装備は肩だ。肩？意識しろ。肩からロケット出ることめっちゃすごくない？アクションを選択し、多連装ロケット砲で敵を倒してください。攻撃範囲を L で動かして多くの敵に攻撃当てましょう。え、急に動くね。これか。じゃあこれだ。うれうれ。これどのタイミングててててってしたらいいの？全部いけた？これ、撃って終わった後の話？まあでもいけてるの。これぐらい動かしたんだが、お、気持ち悪いな。おお、一体残ってない？気のせい。ああ、あれ、かわすか。焦って今。退避したいね。さっきよりも大型の D が近づいてる。ガチかよ。どこに？あ、めっちゃ近くにいる。やばいやばい、逃げて。あ、冬坂君、嘘だろ、終わった？15番の後部排気システムにダメージが。あ、ガチかよ。後部排気システムって何？想像の話。おー、ない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 。なんじゃこれ。イカついの来たー。誰？13番機へ、起動。あ、起動、誰？冬坂君の近くに機械が転送された。あ、誰だ？あ、知らないの？13番機です。今から冬坂さんを援護します。あ、本当いい人だな、ありがとう。ここへ何しに来た？え、助けに来てないの？セクター3のようにするわけにはいかない。セクター3って何？いや、記憶が戻るわけがない。え、どういうこと？確か、夢ではこうやって。夢？こいつガチか。応援が来るまで待て、泉。やばいって。僕は、クラベ重郎だ。名前全然違うじゃん。てか、クラベってことすげえな。アクションヘビーナックルで移動、L で移動しながら目の前の敵を倒しましょう。どうぞ。自分を選ぶアクションヘビーナックル、こうか。これ味方にさ攻撃入らない、大丈夫なんだよね。おー、強い。あ、しかもワンパンじゃねえか。その動き本当に泉じゃないのか。名前違かったけどね。わかんない、それはわかんない。守りきったのか。まあでも勝ててよかったね。ただ詳しいことが全くわかんない。なんか続編とかなのかな。そうなったらさ、手前のやつやんないとさ多分わかんないよね。でも分かってよかったね。あ、これ自分の押さないとダメなやつか。待ってたわ。なんで進まないんだろうと思ったら違かったわ。あ、さっきの男の子だね。がプレイ可能になりました。あ、人選べるタイプね。あ、いえ、こいつしかいねえじゃねえか。あ、何くんだっけ。やばい、なんとか重郎をね。あ、分かんないけど、次回重郎で遊ぶの巻。覚えてくれ。名前ぐらい覚えてくれ。やばいな、ちょっと漢字が難しすぎる。ぜひ一旦振り仮名を振ってあげてくれ。よろしくお願いいたします。まあ、終わろう。一旦ね、ここでね、キリがいいんでね、終わりたいと思います。次回ね、重郎くんの方で遊んでいきたいと思います。年内にね、YouTube のチャンネル登録者数1000人超え目指してるんで、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いるよって宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外で言うと、Twitter、TikTok、インスタで、おのおのね、概要欄の方にリンク貼ってあるんで、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もね、もらえたら嬉しいでございます。どうもありがとうございました。またねー。